ちょっとジグリーと行け。皆さんどうもこんにちは、リアルです。今回は、心臓マップゴロッドクロービの、スペシャルウェポン、ガントレットオブジークフリートというものを、取得する方法をご紹介したいと思います。まあ、ガントレットオブジークフリートというのはですね、こちら今動画で見てもらっている通り、あのパンチ、あのロケットパンチみたいなやつですね。めちゃくちゃ強いです。っていうか、無敵です。前なら、前方攻撃なら無敵。中ボスの、でかいやつから、空飛んでる、変な、ラジコンみたいなんまで、すべてワンパンです。もちろんスペシャルウェポンですので、使用制限が、時間制限があるんですけど、またね、ゾンビを倒して、またリチャージすれば、また使えるという感じでね、特に弾数とかはありません。基本的には1ラウンド、2ラウンドに1回ぐらい使える感じかな。でもあれですか、ゾンビを殺す、あれか、弾薬系の銃とかでゾンビをうまいこと殺してると、またリチャージが早くなるので、そうやって効率よく使っていけばすごい使えると思います。あとね、パンチマシーンの機能以外にももう一個機能があって、今ちょっと見えるかな、なんかドラゴン、ちっちゃいドラゴンみたいなの飛んでるんですよ。こいつがね、周りにいるゾンビをこう炎で攻撃してくれるんですね。で、もう一個機能が、今これ見てもらってる通り、火炎放射器みたいな、いわゆるマルチプレイでいうピュリファイヤーみたいな、効果も持ってるっていう、ちょっとなんか3つ、大きいわけで3つ機能があります。パンチ機能、ロケットパンチで、ミニ竜が火炎放射を出してくれる。で、3つ目はこのミニ竜をあれですね、飛ばせてっていうか、ちょっと離脱させて、こう支援してくれるという、3つの、機能がついております。いいね、機能っていうかなんかあれですけど ね、じゃあ今回はこちらのガントレットオブジークフリートの、取得方法をご紹介したいと思います。よろしくお願いします。開いたらいけるんだけどね。まず最初に、ドラゴンに乗って改造部屋の方まで行ってください。ドラゴンへの乗り方は、別途動画がありますので、そちらの方を見てください。ドラゴンに乗って改造部屋に行くと、こちら動画ちょっと見てもらって分かるんですけど、地下にがあるんですけどね、地下の方へ行ってもらって、地下への脱出口、なんか格子みたいなところは下水道の入り口ですね、をくるっと回って上向くとドラゴンの卵があります。これですね、はい、これを銃で撃ってください。そうするとドラゴンの卵がコロコロコロってね、落ちてきます。それで四角ボタンを長押しするとゲットすることができます。これを持った状態で、下水道に入って、帰ってください。はい、次にマップ上に4箇所あるドラゴンの卵を孵化させることができる台座にドラゴンの卵を置きます。今回私がやってるのは右側ですね、マップ上右側の、ドラゴンの台座を使用しております。その台座の前で四角ボタンを長押しすることによってドラゴンの卵を置くことができます。そして、しばらくここで待ってください。しばらく待つとドラゴンがやってきて、炎を吐いてくれると思いますので、そのね、ドラゴンが来て炎を吐くまで少々お待ちください。ぐる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 回ってればね、食いきますんで、ずっと待ってもらうって、一匹残しやってもらった方がいいかな。これですね、ドラゴンが来たら普通にこれドラゴンの炎が来るのを待つ、バーって。これでドラゴンの卵を温めることができますので、この炎が来るまで待ってください。で、炎が終わるのを待っていただいて、卵を見てもらうと、ドラゴンの卵を冷やす必要があるって表示されて取れないと思うんですね。これはですね、温めた直後なんでダメだよっていうことなんですけども、ここから、1ラウンドフルで、フル1ラウンドですね、置いてください。そうするとドラゴンの卵が冷やされて、取ることができるようになります。URL 載せれないよ、ね、卵を取れるようになってる。
や腰打ちゴルゴンね、ドラゴンの卵を取っていただくと3つの試練をクリアする必要があります。まず1つ目の試練はナパームゾンビを倒す。これどれぐらいの数倒せばいいかちょっとよくわかんないんですけど、まあ、大体10体から15体ぐらい倒せばね OK だと思います。まあ、ナパームゾンビって何っていう人はあのあれですね、ドラゴンの炎 で燃えているゾンビのことですね。撃つと爆発するやつです。あれがナパームゾンビですね。あれを普通にもう撃ってくれるだけで大丈夫です。もう撃って殺すだけで問題ありません。ね、今の試練を確認する方法なんですけども、あの初期部屋にあった訓練版、あの訓練版じゃないな、試練版か、試練の板みたいなやつ、あの試練が書いてあるとこ、あそこを見てもらって、あの一番下4つあると思うんですけど、その一番下の項目を見ることによって今の試練の進行具合を確認することができます。また、あのタッチパッドですか、あのプレイステーション4の場合タッチパッドを押してもらって、あのドラゴンの卵のね右下このようですね、ゲージが進んでると思うんですけど、これの進み具合によってもドラゴンあの何ですか試練の進行具合を確認することができます。まあね、あのドラゴンの卵のこのタッチパッドだと大まかしかわかん大まかにしかわかんないので、まあよくわかんないって人はここに行ってもらって、この下のところを見てもらえば大丈夫だと思います。2つ目の試練は貫通キルをすることです。貫通キルというのはまあ、ゾンビなんだろう2体並んだ時に、まあ、後ろのゾンビをこう貫通でキルすればいいんですけど、まあ、基本的にはトレインをしていただいて、まあ、弾薬じゃ銃弾系の武器ならば基本的には何でも大丈夫だと思います。まあ、確実なのは SR ですよね。ドラゴンとかルーカスとか SVG100 とかをやってもらって、まあ一直線並べてもらってこうやって撃ってもらうだけで大丈夫です。そうすればもうすぐ終わります。はい、私はこのリンゴの数のダイヤウルフでやりましたけど、基本的にそんなに弱いハンドガンとかじゃない限りは大丈夫だと思います。まあアサルトライフルとか LMG なら多分大丈夫かなと思います。ちょっと SMG はちょっと怪しいですね、はっきり言って。できればまあその LMG か AR で、まあ余裕があるならば SR を持っていくことをお勧めします。手の中にあるものが何なの。最後の、試練は非常に簡単、近接キルをすること。まあ、近接キルと聞いてねやべえじゃんって思う人もいるかもしれませんが、これはめちゃくちゃ簡単で、あのファフニールガードっていうドラゴンシールドがあるじゃないですかね。ドラゴンシールド構えていただいて、あの炎攻撃を出すことでもでゾンビを倒すことでも近接キルに数えられるんで、めちゃくちゃ簡単です。なのでファフニールガードさえ作っていればこのミッションは簡単に終わると思います。で3つの試練が終わると、ドラゴンの卵、あのですね、あのタッチパッドを押してもらったところの一番右のドラゴンの卵のところの黄色のゲージがマックスまでなってると思いますので、その状態でもう一度改造部屋の方へ行ってください。はい、ゲージがマックスになった卵を持って改造部屋に戻っていって、また地下へ行ってください。で地下の方に、孵化器ですか、なんかそういう、ね、機械がありますので、そちらの方の目の前で、四角ボタンを長押ししてください。ちょっと動画で今から出てきますけど、こうやって今ついて、で地下行って、また地下ですね、地下行ってもらって、これですね、この機械の前で四角ボタンを長押すると、長押しでドラゴンの卵を孵化させるっていうものになってるんで、これ置いてもらってください、置いてください。そうするとしばらく、地下へ閉じ込められます。そうするとあのゾンビがね湧いてきます。ゾンビとこのなんだっけ、このラジコンみたいなのがいっぱい湧いてきますので、しばらく耐えてください。まあここに来る前にできればちょっと装備を若干整えておいた方がいいと思います。あの前回出したあのドラゴンストライクのあの子守よりかははるかにまだマシなものですが、ちょっと地下という場所はすごい狭いので、さらに今回私はあのマーク3の改造を持ってますけども、まあショットガンとかね LMG とかターン持ちのいいやつや威力の高い系を持っておいた方が安全かもしれません。しばらくするとね、またドラゴンの卵がね、なんかこれですね、ドラゴンの卵を冷やす必要があるというものが出てきますので、あれですね、ウェーブが終わると、でウェーブが終わると、まあ、その地下室から解放されてドラゴンの卵を冷やす必要があるという表示が出てきますので、またあの、ね、先ほどと同じように1ラウンド、フルで1ラウンド、待ってください。そうすると1ラウンド経った後ですと、ドラゴンの卵を取ることができます。このドラゴンの卵を取ったら、下水道に落ちてもらって初期部屋に戻ってください。
そして初期部屋に戻っていただくと試練盤の前へ行ってください。試練盤のところの一番下の欄、さっきのドラゴンのあれところですね。そこで四角ボタンを縄押しすると、墓から手が出てきてガントレット・オブ・ジークフィートをもらいます。まあね、このガントレット・オブ・ジークフィート、冒頭にもご説明した通り、まあ3つの機能がありまして、ドラゴンが火炎放射をしてくれる。そしてまあロケットパンチを出すことができる。そしてまああれですね、ドラゴンを支援役として自分を守らせることができるという3つの機能があります。特にロケットパンチは非常に強力なので、できればこのアイテムは取っておきたいです。ぜひともね、低ラウンド中からね、このドラゴンのやつは始めることを、ダウンしてますダウンしてますね。取ることをお勧めします。というわけで今回はガントレット・オブ・ジークフリードの解説っていうか取得方法の解説をしました。もしわからないところがあればまたコメントください。答えれる質問ならお答えします。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。よければチャンネル登録お願いします。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。いわゆる火炎放射機能ドラゴン。